小熊慎二君。はい、委員長。えー、みんなの党の小熊慎二です。えー、田中大臣。い、じゃあ、元い。あの、外務だ、現場外務大臣にお聞きいたします。あのー、今年5月のお25、26、えー、皆様ご承知のとおり、えー、沖縄のお名護市におきまして、太平洋島サミットが開催をされます。えー、この親善大使には、 現場大臣が委をされましたけれども、私たちの地元である福島県あのいわき市のフラガールが親善、えー、大使となって今、活躍をされている、まあ、私の大人にも沖縄の山内先生、また島尻先生もいらっしゃいますけれども、えー、こうしたあ、まあ、かつては福島と沖縄、かつてはというか、今もそうですけど、美島、美ら島交流宣言というのを出してこう交流を図っている中での縁。 こういうい、まあ、福島が大変なときにこの沖縄ので開催されるサミットで活躍の場ができたということは大変、時義にかなったことだという,ふうに思います、またこの太平洋の当初、これやはりその小さな国とはいえです、ね、1つの国であることは変わりはないわけでありますし、こうした人口の規模やあ面積、また国力にかかわらず、 一つの国として尊重して、そしてまた特に自然の豊かな地域でもありますので、こうした島々とどう日本が世界の発展を遂げていくかということは大きく世界が注目するところでもありますしまた、引いてはこうした小さな国々を尊重していくというこの姿勢が ある意味、国内においては中山間の過疎地域の問題であるとかそういった問題にも共通してくる一人一人の人間を大切にするそういったものにも共通してくる抽象的なテーマもあるというふうに思いますそこでまず最初にこのサミット我々も昨年の3月11日のことも含めて、えー、このサミットには臨まなきゃいけないと思いますけれども、えー、まずは 今年の第6回太平洋島サミットに向けての取り組みについてお伺いをいたします現場外務大臣はい、あのー、ー名護で開かれます第6回の太平洋島サミット、今おっしゃっていただいたとおりでございますけれども、まずこの太平洋島諸国、実はアメリカも初参加今度するんですね。で、ゴーシュニューュニジーランドなども、 入っているんですが、まあ、基本的にはま小さな国々それぞれ私たちはしっかりと向き合っていくしかも誠実さを持って向き合っていくということは大切なことだというふうに思います首脳同士のです、ね、協力関係を強化をするということでございます特に国際条理においてですね これ大変なな支持基盤になります。今回、ちょっと手元に、ね、18か国だと思いますけれども、あのー、参加をするとしかもですね、あの太平洋島し国国というのは親日国が非常に多いんですねですから、そういう意味で、あのー、防災とか環境、気候変動というテーマで今度の。 第六回の島サミットは行いたいというふうに考えておりますけれども、あのそういった首脳レベルでの関係を一層強化する絆を深めると、同時にですねぜひその沖縄の皆様、宮古でも関連イベントがございますので、えー、沖縄の何らかのですね、 発展に、こう、ひえするというか、そのつながっていくう一つのです、ねえー、契機になるといいなというふうに考えております小熊慎二君、まあ。このサミットを通じてというわけではないんですが、まあ、その小さな国々もしっかりとお、一国家として尊重していくという意味であればです、ね、これは限られた予算、またあの、いろんな制約もありますけれども、この、 太平洋の様々なあ国々においては、残念ながらやっぱりその在外交換の整備があまりされていないというところがあります。まああのまあ、過去の話にはなりますが、政権交代前、えー、の話を果実、過日まあ、特にこの 島々のことを一生懸命取り組んでこられた森元総理とお話しする機会がありまして政権交代前はあの一定程度の計画を持って交換を整備をしてきたんだけどもこれが政権交代をしてストップしてしまったとじぐじだる思いだという話を直接お聞きしたことがありますまあいろいろな諸事情はあるにせよですねやはり 在学交換の整備をしつつ、こうした国々との連携を深めていく必要はやはりそこにはあるというふうに思います。まあ現実を踏まえつつもあえてこうした話をさせていただきますが、まあこの今後のこの日本の外交のあり方として、こうした太平洋諸国に対してのこの在学交換の設置等の検討についてどのように取り組んでいくのかお聞きいたします。現場外務大臣。 はい、あのー、私もですね、えー、ここにはちょ,ちょっと昨年の9月の段階でですね、私も本気で取り組めばよかったんですけれども、あのーまあ、今年になって、えーまあ、特に去年の暮れ、まあ、今年ですね、えーえー、非常にその大使館の数が少ないということに改めてですね、えー 危機感を実は覚えた経緯がございます194か国国家承認しているんですけれども、まあ、国連加盟国193か国で134か国しかないあのトルコに行った時にですね、それこそトルコの,あの外相がですね、日本いくつ大使館あるってこう私に聞きましてですね、自分のところは123か4あるんだとこういう話でした我々、134か国なんですよ。 でご存知のようにその中国とかアメリカあったらもう150確か超えてるんじゃなかったかなあも,っとも,うもっとですね、ごめんなさいちょっと今、正確にありませんけれどもあの例えばアフリカ一つ取ったってですね54か国ありますけれどもアメリカと、えー、米国は49か国あったと思いますよ、大使館で。ごめんなさい、アメリカと中国でそのくらいあったと思うので日本は3十 32位くらいしかなかったと思うんですね、ですから、あのそういう意味では、ですね本当にこの在外交換、特に大使館を増やすというのは、私はこれ、大事なことだというふうに今、強く思い始めています、あのちなみに米国は168カ国、フランスは163カ国、中国は164カ国、ドイツも152カ国、日本だけ134カ国なんですね。 ですからあの今です、ねあのー、省内に指示をしましてまず送料時間がどうなっているかということをちょっと全部今、調べていますで、全体その予算が限られているものですから、まあ、どういう形でその、まあ、はっきりスクラップビルドと言ってしまっていいかどうかということあるんですけれどもどういう形が一番良いか本格的に検討を今始めたと。 いうふうに申し上げたいと思います。で、その上ででありますけれども、あの、太平洋諸国、島諸国ということで言うとですね、平成二十一年一月に在トンガ大使館を新設をした。そして現時点では、十三の太平洋島諸国のうち七カ国に在外交換を有していると。で、平成二十四年度予算が成立することを前提に申し上げますと、まあ、これは在外交換とは言えませんが、平成二十五年一月には在サモア、 あ献金駐在官事務所を,を開設する予定でおります小熊慎二君、はいあ。ごめんなさい<れ>あ、失礼、委員長、ごめんなさい、務大臣あのこれ、在外公館の定義の中には入りますけれども、大使館ではないということでございます。小熊慎二君 まあ、サマーの話もありましたが、サマーの建国、今年50周年という記念の年にもなりますし、今まであの日付変更線の向こう側にあったんですけれども、今回はこっち側に入って、ですねまさに日いずる国に、えー、変わったということもありますし、し非常に親日的な国、まあ、それだけではないんですけれども、あの車のもう左側通行に最近変えて、ですね、まあ、そういう意味であの日本車も非常に。えー 多く走っているということもありますから、まあ、こうした国々一つ一つ増やしていく、やはりまあ内向き国家というふうにも言われかねないところで、この競争の激しい国際社会の中で日本のプレゼンスを上げていくためには、ぜひ今後も今言われた大臣の姿勢を持って、これをきっちりその身のある外交と言っていますから、しっかりとあの実のある外交と言っていますから、しっかりとあの形に変えて実行に移していっていきたいというふうにご要望申し上げます。 時間も限られていまますす。ので、えー、田中防衛大臣にお聞きいたします昨日、まあ、予算委員会でもお,お話をさせていただいてちょっとあの詰めきれなかったのでその点についてですけれども、あのー、この原発事故を踏まえて、まあ、いろんな、えー、議員からも指摘もありましたけれどもこう原発をテロからどうやって守るんだとかです、ね、こういう話もありましたが、まあ、福島県のはこう 原発に東電の原発に関しては、福島県側は、これすべて廃炉にするんだということを打ち出しているわけでありますけれども、これ、稼働させないといっても、今、非常に不安定な状況であることは間違いありません、こうしたこの福島県の事故の起きた、この東電の原発も、どうやって今後守っていくんだ、廃炉するまで30年、40年、どうやって守っていくんだということもあります。ささらには実際自衛隊の皆さんも 女性の活動も今まで何回となくこの2 0キロ圏内で展開をしていただいたということもありますで24年度の予算にも原発災害等の予算がついていることも重々私は承知をしておりますけれどもこれはやはりこの2 0キロ圏内、まあ、2 0キロ圏内この警戒区域まだありますけれどもこうしたことも踏まえて、まあ、今後線引きも少しは変わりますがかといって全部の福島県の土地が昔のように すぐ戻るわけではありませんから常設の,です、ね、この原発事故対応の自衛隊の部隊がこの福島県内、この2 0圏内近くにやっぱり置いておくべきではないのかということを昨日、最後そこまではちょっと質問がいかなかったので今日、改めてそこを田中大臣にお聞きいたします田中防衛大臣。 えー、原発事故が、まあ、大変なあ生活に影響しておるということは間違いないと思います、で原発事故のとの戦いということで今あ、政府で取り組んできておりますけれども、やはり私は身近にも原発あございますが、やはり、えー、止める、冷やす、閉じ込めると。 おいうことが大前提だと思っておりまして、今、残念ながら、まだ放射能は放出をされておるという状況にございます、えー、あの放射能が若干ですねあの、まだ放出されておるという、そしてまたあ海にその、 放射能がです、ね、流出してるおるんではないかとこういう報道もされておりまして、まあ、私はあの自衛隊が緊急の対応としてです、ねまあ、昨年あの、要請がありまして12月までに皆さん方と一緒に対処してきたわけでありますがしかしこれからはあの事故のみならず放射能との戦いがです、ね、始まってきているわけでございましてこれは先生が言われるように20年、30年 本当に我がふるさとに帰れるかという、まあ、大変あの悩む生活者の皆さん方がいらっしゃるわけですがやはり早く戻れるような。 地域は早く戻っていただきたい、そんな思いでありますから、私は原子力対策本部にも自衛隊派遣をしております、当面、えー、山火事があっては困るということで、この間訓練を始めましたけれども、いろんな地域の皆さん方のニーズがあると思うんです、そしてまた行政も戻っていくと、まあ、そういう中で、私は自衛隊として、えー、要請があればですね、 できることはですねなんとか私もあの話に乗ってですねそして今の これからの原発事故の戦い、あるいは放射能との戦いを、ですねいかに国としてやっていかなきゃいけないかと、そんな局面に立たされておるんではないかと思いますので、及ばずながら、私は自衛隊として、ですねやはりあの皆さん方のご意見があれば、真摯に受け止めて、そしてお手伝いできるようなことは考えていきたいと思いますし、そのための充実をですね、 あのやはり図っていくことがあ今の任務ではないかと思っておりますので、まあ、気持ちは一緒であることをご理解いただきたいと思います小熊慎二君あの、端的に常設の部隊、これ、具体的に検討はどうですかです、ね、田中防衛大臣あの。今、原子力対策本部ので,です、ね、現地にもございます。 あの自衛隊から派遣を何人かいたしておりますが、まあ、その中でご検討いただいて、ですねあの本当にあのそのじ実現ができるようなことがあれば、ですね私はあのそういうことはですね非常にいいことだと思っています。しかし、自衛隊も限られておりますし、まあ、緊急のこと、そしてまた安全保障、防衛の問題にですね常々、 緊張感を持ってやっているわけでありますので、まあ、その災害対,対策ということで、なかなかあの常設ということがですね、まあ、緊急時に対応しておりますが、まあ、私はあのできないことはないと思いますので、国会でもあるいは地域でもご検討いただければ、私もあの対応をしていきたいと思います。小熊慎二君、まあ、あの j b ッジの今来ている部隊も青森の部隊が交代交代で来ているということもありますあれもだから20年も30年も40年も続けるのかといえばこれはもうその臨時的な対応じゃないわけですよと言われたとおりもう逆にあの防衛大臣なんですから防衛大臣がきっと旗を振ってです、ね、必ず福島にこう常設の,この原発事故対応これを しっかりとこう世界にもおアピールしていくっていう意味でもやっていくんだっていう力強いお言葉が欲しかったんですけれども、まあ、昨日も言いましたけれどもこれあの戦争ではないんですが私はこれは領土を奪われたと思っています東電に放射能にそういう状況の中でこれは自衛隊だけではないんですけれども国民挙げてこの土地を取り返していかなきゃいけないわけでありますから、まあ、そういう意味ではこの国家国民の安全安心を守っていく 自衛隊もその一員に加わってです、ね、戦列に加わって、大臣も戦いって言いましたけれども、まさにこの失われた領土を取り返していく戦いの最前線に、自衛隊の皆さんがしっかりと万全の態勢を持って立っていただく、そうした必要があるというふうに、私は思って、この常設の部隊の創設を今、訴えて、えー、訴えさせていただいた次第で。 まあ、昨日の予算委員会の冒頭では私の失礼な発言があったかもしれませんけれども、まさにその始めよう福島からというこの新しいこのキャッチフレーズのもとにです、ねまあ、大臣も昔は福島に縁がありまして、まあ、実家も福島にあるわけですよ、あの今大変な局面に大臣もあるというか国民が大変なんですけど。も、あのー 防衛省の職員もですね、大変ですねとかけると、まあ、大臣をお支えする,のするのが私たちの仕事ですからって言うんですが、私、それ違うって言ったんですよ、武藤議員だってですよ、あの自衛隊にいたとき、大臣のためにやってたわけじゃなくて、国家、国民、世界の平和のために働いてたんですよ、私の好きなのド,ド,ドドイツにあの、えー、ドイツじゃないですよ、ド,ドイツにですね、あの <laughs> ドイツも好きですけども、あの苦労する身は何とはねど、苦労しがいのあるようにっていう歌が、 ありますけども、やっぱり防衛省、まあ、自衛隊の皆さんが国家国民、世界平和の安定のために働いていくっていうことが重要なんであって、大臣がそれを足引っ張ってはならないというふうに思います。まあ、そういう意味では今日はあの大臣の辞任要求も出てあのおりましたけども、まあ、それはその後の話として言えば、 まあもう一度原点初心にげあの帰る機会があればですね、ぜひ今、福島、大変なところであります。まさに大臣の原点である福島、福島から始めよう。まあ、そういう意味では、私も会津武士道、即員の情を持ってですね、福島に再び戻ってきていただくことを、私は容認をしたいというふうに思いますし、あの、現場大臣も福島でありますから、これ福島からしっかりと、 世界発信に向けて、まさに、俺は北方領土や竹島と同じように、あの福島の土地は失われた土地であります。領土を奪われたんですよ。で、その責任は国にもある。我々政治家にもある。そういう意味ではその最前線に、田中直樹という政治家が立つことの方が、防衛大臣として頑張ることより、私は後世、歴史に名を残すんではないかなということを、 これはあの年下ながらご提言をさせていただいて、ぜひもし本当に大臣、大臣の職を辞めて、もう一度原点に立つ場合は、大いに受け入れて頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ、そういう意味では、この福島のために、福島の再生なくして、日本の再生なしですから、これをぜひ具体的にこの常設の検討を進めていただくことをお願い申し上げて、質問を終わります。ありがとうございます。